飛べ合流で平野仕様が完全解禁。ジャニータレ弟たちの新たな舞台。平野仕様の新たな一歩と、ジャニーズの弟たちの注目すべき動向。ジャニーズ事務所を卒業し、新しい舞台に立つ平野仕様その動向が注目を集めています。同時に、彼が持つ隠れた才能を発掘し、注目の弟たちも活躍の場を広げています。 本校では、平野仕様の新プロジェクト、とべ、合流から始まり、他のジャニーズメンバーの弟たちに焦点を当て、彼らの新たな一歩を探ります。平野仕様の新プロジェクト、とべ、での活動。キング・アンド・ソ卒業し、新プロジェクト、とべ、に合流した平野仕様。彼は7月7日に滝沢秀明氏が代表を務める新会社。 株式会社飛べへの移籍を発表し、それに伴いファンクラブや SNS アカウントを開設しました。特に注目を集めたのは、かつて禁じられていた家族の顔出しを解禁し、弟の平野陸さんとのツーショット写真を公開したことです。 平野ー妹はかつて小中学生の頃、ダンスユニットを組んで動画サイトに投稿しており、その活動はファンの間で公然の秘密となっていました。しかし、解散後はリクさんがアパレルブランド RKS リキーの代表として活動する一方、アーティストリクーとしても活動しています。 ジャニーズ事務所を退所したことで、シオンは兄妹の絆を公にすることができ、ファンとの交流が一層深まったと言えるでしょう。シオンの新天地での再出発に加え、飛べ合流によって SNS を活用した新たな姿勢も見られ、これが彼の新たなキャリアの一環となりそうです。菊池風馬の弟音王さんの新たな挑戦。 一方で、セクシーゾーンへのメンバーである菊池風魔の弟、恩王さんも、また、新たな挑戦をしています。彼は、今年3月にプロボクサーとしてデビューし、上陣では判定負けを期しましたが、7月28日に行われたボクシング東日本新人オーライト級の準々決勝戦での相手の危険により、準決勝進出を果たしました。恩王さんは高校生の頃、 父親であるミュージシャンの菊池久し俊さんと共にメンズファッション誌、ヒーローズに登場した経歴を持っています。また、TikTok や YouTube に投稿していたことから、風魔ファンの注目を浴びていました。ジョー俊さんは J&T の名義で嵐のデビュー曲、A ロシーを作詞したことでも知られており、オン・ノーさんの才能には期待が寄せられています。 このように、恩王さんもまた兄の成功に負けじと、異なるジャンルでの活動をスタートさせています。キスマイフと2の藤ヶ谷多穂の弟凌介さんの起業、ジャニーズメンバーの弟たちの中で、藤ヶ谷多穂の弟凌介さんも新たな舞台で活躍しています。凌介さんは、ビート健康をテーマにしたドリンクを中心に販売する会社、モリンゲイヤの代表を務めています。 元製薬会社医薬品の開発責任者や管理栄養士とタッグを組んだ独自開発の製品は、美容と健康に関心を寄せる人々から信頼を得ています。こちらも平野市洋や菊池風馬の兄弟と同じく、兄に用子が激児であり、その美形ぶりが注目されています。 り介さんは兄の成功を踏まえつつ、自身の才能を活かしたビジネスを展開しており、兄弟での連携が成功の鍵となっているようです。ジャニーズの弟たちが切り開く新たな道。平野紫仕様、菊池風磨、藤ヶ谷多穂彼らの兄弟たちはそれぞれ異なる道を歩み、新たなキャリアを切り開いています。 ジャニーズ事務所を離れ、自身の個性を発揮し、新しい才能を開花させる姿勢が、ファンや一般の人々に大きなインスピレーションを与えています。ジャニーズという巨大なエンターテインメントの中で、弟たちは兄の後を追い、異なる分野で成功を収めています。これからも彼らの新たな挑戦に注目が集まることは間違いありません。 それぞれの兄弟が切り開く新たな道は、ジャニーズファンやエンターテインメント業界全体にとって、新たな可能性を切り開くものとなることでしょう。